こんにちは、しもとです。今回は PRS の SE カスタムをレビューいたします。PRS、ポール・リード・スミスですね。それの SE っていうのは、スチューデント・エディションと言いまして、結構ね、お手頃な価格で手に入れることができる、PRS の中ではお安いギターになっております。しかしながらですね、めちゃめちゃいい感じで、このね、トップのメイプル。で、バックがマホガニーなんですけれども、見た感じの高級感もね、しっかり PRS だなというふうな感じがしますよね。で、この SE カスタムはですね、ちょっと古いものになりまして、2007年のですね、今のと何が違うかっていうと、やっぱ大きな違いはここでしょうね。PRS といえばバードインレイというイメージがあるかもしれませんが、初期型はですね、これ、ドットに見えますが、実はですね、ちょっと凝った作りになっておりまして、ムーンドットという仕様になっております。ご覧いただけますでしょうか。月の形にですね、なってるんですよ。非常におしゃれな作りなんですけれども、まあ、一番のね、特徴としてはですね、ネックのこのスケールですかね。このスケールが、ストラトとレスポールのちょうど間ぐらいなんですよ。皆さんご存知の通り、ストラトはロングスケールですよね。そしてレスポールはミディアムスケール。そのスケールの間なんですよ。ストラトとレスポール持っている方はわかると思うんですけれども、ストラト触った後にレスポールを触ると、結構このフレット感がですね、狭く感じるんですが、この PRS はですね、なんか非常にしっくりくるというか、程よい感じです。で、もう一つの特徴がですね、ちょっと首が長いんですよね。このジョイントの部分が。セットネックになってるんですが、レスポールだと、まあ、こういった感じなんですけれども、ちょっとね、首が長い。これも特徴的ですね。ちょっと木目も見ていただきます。非常にいい感じのメイプルになっております。ペグは PRS のオリジナルと。鳴らした感じのイメージだと、ピックアップはね、ちょっとね、ジャリッとした感じはあるんですけれども、どの音域が飛び出してるとかっていうのはあんまりなくて、結構ね、フラットな感じで、いろんなジャンルに対応できるサウンドだなと思いました。この PRS を使ってる人といえば、カルロス・サンタナがですね、まあ一番有名かと思うんですけれども、一時期レッチリに加入してたデイブ・ナバロもですね、使ってます。なので、フュージョン系からロックまで結構幅広くですね、いろんなジャンルに対応できているので、今現在もですね、おじさんから若者まで、かなりファンが多いメーカーだと思います。まあ、PRS がですね、ちょっと気になっているなという方はですね、この SE の音を聞いて、まず手を出しやすいね、価格なので、チェックしていただきたいなと思います。ではこの後、音を鳴らしていきます。